キップの装置キップの装置は実験室で少量の気体を発生させる際に使用する装置。19世紀に活躍したオランダの科学者ペトルスキップによって発明された。固体の化学物質と液体の化学物質を反応させて気体を発生させるときに用いられる。硫化鉄と硫酸から硫化水素が炭酸カルシウムと塩酸から二酸化炭素が 適当な金属と酸から水素が、さらしこと塩酸から塩素が、それぞれ得られる。ガスボンベを使用するよりも簡便に、必要な分だけ気体を発生させることができる。雪だるま状に縦に3つに並んだガラス製の容器から、なる。最上部と最下部、および中央部と最下部の容器間が連結され、物質の行き来が可能となっている。中央部の上側にコックがあり、 ここから発生した気体を取り出す。固体の化学物質を中央の容器に液体を最上部の容器に入れておく。コックを開けて中央部の圧力を解放すると液体が最下部の容器に流れ込み、水面が上昇して中央部の固体物質と反応する。発生した気体はコックを通じて外部に取り出される。コックを閉じると発生した気体によって中央部の圧力が高まり、 液体は最上部の容器に押し戻されるため、機体の発生が停止する。ありがとうございます。